高徳線は、香川県高松市の高松駅から、徳島県徳島市の徳島駅に至る、四国旅客鉄道の鉄道路線である。高徳本線と称していた日本国有鉄道時代、佐古駅徳島駅間は、徳島本線にも属する重複区間であったが、運賃を高徳本線として計算していたこともあり、民営化時に、徳島本線を、筑田駅、佐古駅間として、 重複区間は解消された。また、民営化後の1988年に、JR 四国は、線路名称を改正し、高徳本線を、高徳線に解消した。高徳線は、香川県の東側沿岸を通り、高松市と徳島県の徳島市を結ぶ、都市間連絡路線である。高松駅、栗林駅間は、U 字型の線形になっている。また、 佐古駅徳島駅間は線路が2本並行しているが、各線路を方向別に列車が走るのではなく、路線別に高徳線、徳島線の各上下列車が使用する単線並列区間となっている。ただし、前述の経緯から徳島線の列車が走る線路も高徳線に所属している。道路線は予算線、土産線と並び4国内県庁所在地間を結ぶ。 路線の一つであり、非電化ながら、四国内では、予算線高松駅松山駅間とともに、特急列車が最高速度時速 130km の営業運転を行っている路線区間の一つでもある。電化については、JR 四国は2006年に、国土交通省交通政策審議会、交通体系分科会の地域公共交通部会に提出した資料で、 長期的に望まれる、投資の一つに、高徳線の直流電化を挙げている。2020年3月14日には、起点の高松駅に加えて、新たに、栗林公園北口駅、栗林駅、八島駅で、IC 乗車券、移行下が利用可能となった。全域間に特急、渦潮が運転されており、二往復は、岡山駅まで直通する。普通列車は、 全員区間を通して運転される列車があるほか、高松駅、オレンジタウン駅、三本松駅、引田駅間及び、引田駅、板野駅、徳島駅間の区間運転列車がある。おおむね1時間あたり1から2本程度の運行であるが、板野駅、引田駅間の県境区間は、列車密度が低く、4時間以上運行されない時間帯がある。徳島地区では、ナルト線、 麦線との直通列車があり、かつては高松駅麦線麦駅間を通して運転する列車も存在した。また、2010年3月13日のダイヤ改正では、下り上りとも高松、徳島発最終列車の運行区間、時刻が見直され、高松発の下りは従来の引田駅からオレンジタウン行きに、徳島発の上りは高松駅から、 板野のにそれぞれ区間が短縮された。2006年6月1日から11月30日の平日には、徳島鳴門間に、上りのみの快速列車、鳴門金時ライナーが1500型を使用して運転された。ただし、途中駅には止まらないので高徳線内での利用は不可。ライナー扱いで、乗車には、乗車券の他に整理券が必要だった。 平均通過時限は以下の通り。予算線、高松伊予市間の電化完了以後、四国内のみの輸送では、特急に N2000 系、普通列車に徳島運転所配置で1000系、1200型や1500型といった新型車両が最優先で導入されてきた路線でもある。特急列車には N2000 系の他にも、 性能で劣るキーハ185系が1往復に当てられているが、運転停車や途中の停車駅の多さ、およそ 74km しかない走行距離のため、最速達列車1往復を含む岡山発着の2往復以外は両系列のどちらが当てられているかは、時刻表を見ただけでは判別しにくい。2018年3月17日現在は、 渦潮9号32号がキハ1 8 5系で運転されている。また、2017年には2600系が登場し、同年8月に営業運転一番列車の貸切列車及びあわ、踊り輸送機関の臨時特急、阿波踊り1号2号で営業運転を行い、同年12月2日より、渦潮のうち9.1415.2021.26号の 三往復に投入された。2018年3月17日以降は、四往復で使われている。普通列車は1000系、1200系、1500系の他に、国鉄時代製造のキハ40系、キハ47型で運行されている。2008年3月15日のダイヤ改正の、前日までは、高松引田間でキハ58系、 キハ6 5系の二両編成の普通列車も運行されていた。また、過去には突発的にキハ1 8 5系が運用されたこともあった。高徳線は高松側から順次延伸され、1935年に全通したが、このうち板の池ヶ谷、吉成間は阿波電気軌道が開業させた路線を国有化し、編入したものである。阿波電気軌道は、 徳島とナルトを結ぶ目的で、古川中原吉成池谷無夜間を1916年に開業させたが、吉野川への加強ができず、中原から徳島市外の富田橋まで都線で連絡していた。1923年には、池谷阿波大寺梶谷原間を開業させた。なお、阿波電気軌道と名乗ってはいたが全路線が非電化で、電化できず後に、 阿波鉄道と解消している。定期の客車列車の営業運行は、四国の JR 線の中では道路線が最後であった。下り方向に記述する。古川駅、阿波中原駅、吉成駅1935年3月20日廃止廃止区間の、ものを除く。ありがとうございます。